こんにちは。埼玉県西部エリアの魅力を発信しているあゆナビの時間です。今日私は飯能市の秩父御嶽神社総合公園に来ています。ここは紅葉のもみじが素晴らしいんですよ。見えますかね。綺麗な時期になってきたので、ちょっと階段がかなり急なんですが、来てみたいなと思って登っています。とっても綺麗なんで、ぜひ皆さんも来ていただきたい場所です。ちょっと写真撮りがてら上まで登ってみたいと思います。神社の本殿がこの階段のずっと上にあるんです。ちょっと登りきれるかが不安で仕方ないです。前来た時はちょっとね、途中で断念して降りたんで、今日はなんとか上まで行ってみたいなと思っています。上まで上がってきて、まもなく本殿です。はい、無事に登り終わって頂上の本殿に着きました。いやー、辛かった。でも登れてよかったです。お参りしましょう。ここはもみじの季節に来るのが一番綺麗なので、ぜひ皆さんも来てみてください。総合公園に来たらぜひお土産に、こちらモチーフになって作られている飯能阿賀野のメーカー東郷せんべい、ぜひ買ってみてください。これ若松屋さんというところで作っているんですけど、こんな感じのおせんべいで、よくあるあの硬いあのおせんべいでしょうって思うと思うんですけど、違うんですよ。これサックサクで甘くって美味しいんです。お土産におすすめなんで、ぜひ買ってみてください。